年でもね、なんか去年華々しかったね、ちょっとね、復帰してから結構いいダーツできたね。まあそうですね、まあぼちぼち。なんであんないいダーツができたの？いやまあ毎日練習したからだとは思うんですけど、今はちょっと調子が悪いです。悪い。でも練習はできてる？練習はまあそうですね、出てきてます。はい、いいことやね。今山田が投げてるけど、はい、ね、うまいですよね。うまい、うん、山田と練習する？しないです。あ、全然合わないです。あ、なんで？いや、なんか私が練習するとき、私いつも道場ショップで投げてるんですけど、うん、いないですもんね。やっぱ時間帯が合わないんだと思います。あー、そう。もちでもね、最近痩せた？そうですね、でもまだ戻ってはないですけど、まあ、少し痩せました。あ、本当、少し痩せたね。はい、前に比べたらちょっと痩せたの？まあ、そうですね、うん、はい。紐どうしたの？紐なんかちょっと長すぎたから取っちゃいました。あ、取ったったよね、はい。そうなんや。今日はどんな感じ？今日はまあ、まあ、ちょっと、まあ、よくはないですけど、まあ、そこまで悪くはないので。予選はどんな感じ？予選は抜けれました。おー、パートナーが、まあ、山本舞ちゃん。そうそう、山本舞が言ってた、はい、モッチと組んで、全勝で抜けたって。舞ちゃんのおかげ。嘘、舞ちゃんうまい。うまいです。危険。まあそうですね、危険ですね。危険、危険なところまで行きよう。だと思います。山本舞練習好きやもんね。よう投げるんだ。そうですね、投げてますね。いや、もちさん、最終戦終わって1ヶ月ぐらいになるけど、最初の準優勝したよね。はい。あの、あれからこう1ヶ月間どういう風に過ごしてきた？練習は。練習はなんかいつもとは変わらないです、ね。じゃあもうやっぱ1日1時間から2時間は投げて。そうですね。あ、でもお正月はちょっと投げれなかったですけど。正月何した？正月は旦那さんの実家で。旦那の実家、はい、旦那の実家どこ？北九州です。あ、北九州なんや。旦那何日間がいた？3日ぐらいはいました。あ、そうか。子供連れて。はい。子供かわいい？かわいいです。な、じゃ子供と、でも今育児とダーツとで、もちわは今うちで仕事もしてるわけね。はい。この3つのはやることが3つあるわけね、義務が、はいはい、義務っていうか、まあ、ダーク時に起きてまずもっちは、朝ごはんと弁当を作るそうです。で、まあ、朝ごはん作って食べました。で、弁当を渡しして、で、それからどうするの？その後仕事も準備して。あ、その後仕事の準備して、でも仕事に行きます。いいかげんね、地下鉄に乗って。そうですね。あ、で来て、で、うん、で子供は保育園には、まあまあ預けて、自分が預けて、そのまま預けていくの？はい、預けていく。旦那さんがちょっと早いから。あ、そうなの。で、はい、まあ、旦那さんに預けて、あ、保育園に預けて、それから会社に来て、で仕事が何時？10時ぐらい。仕事は10時出勤ですね。10時出勤で、で5時まで、で6時までに迎えに行って。6時まで迎え行く。で、そこからあの預けれたら預けて、そこから練習しに行きます。あ、家に帰って、で、その、ま、両親とかに預けて、預けて、で、練習する。練習。すごい、すごいね。じゃなくても練習ができないから。ということは、ほんとすごい。